皆さん大変お待たせをいたしました、第1回目を始めていきたいと思います。皆さん最後楽しんでください。一番最初にですね、まず校長先生が挨拶します。校長先生、朝礼台最後かもしれないです、乗ってください。はい、校長先生挨拶お願いします。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、旧校舎ありがとうイベント企画若林賞プロジェクションマッピング、ようこそおいでくださいました。さて、この企画なんですけれども、若林小学校 PTA それから親父の会を中心として、たくさんの方の熱意そして、ご参与をもって、実現しております。ぜひお楽しみいただきたいと思っています。こちらの方も早速ね、若林小学校プロジェクションマッピングということで、映されてますけどもね、どんな映像が映されるか私も今から本当に、楽しみにしております。ぜひ、皆さんと一緒にね、貴重な映像を体感したいと思っております。実を言うと、今日8月10日でお盆の入りなのでどれぐらいの人が集まるのか大変心配しておりましたけれども、かくもこれほどに若昭愛に満ち溢れた人に、集まっていただきました。本当にありがとうございます。イエーイ。では、結びにですけれども、今日、この会に、ご参加いただきました皆様にですね、心から感謝申し上げますとともに、間もなく進行に移転しますけれども、引き続き若林小学校、見守っていただきまして、盛り立てていただきますようお願いしまして校長の挨拶とさせていただきます。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、校長先生ありがとうございました。続きまして、今回のイベントの主催でもあります若林小学校 PTA 会長の長谷川さん、一言もらっていいですか。お願いいたします。イエース。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日は、ご来場いただきありがとうございます。こんなに多くの人が来てくれるとは、ちょっと思っていませんでした。はい、若林小学校 PTA はこの、旧校舎、ここの校舎が、取り壊されるということで皆さんが、たくさん学んだ校舎、現在の生徒そして卒業生そして地域の方々に愛されたこの校舎がこの先10年先20年先とみんなの心に残るようなイベントをしたいと思ってこの企画を親父の会の皆さんと一緒に、企画しました。今日のこの日を本当にこの先10年先20年先、思い出してくれたらとても嬉しいと思っています。また、今回のこのプロジェクションマッピングに関して
全力で映像を作ってくれた映像チーム、そして、音響チームの皆さん、ありがとうございます。それでは皆さん、これからのプロジェクションマッピングを楽しんでください。その前に、みんなで、若林小学校の校歌を歌ってみたいと思います。いいですか？では、音楽お願いします。それでは